イギリスの海外領土であるタークス・カイコス諸島は6つの地区からなる。地理的に分類すればタークス諸島が2地区、カイコス諸島が4地区となる。このうちグランドターク、プロビデンシアレスは政府の直轄下にある。またパロット系は企業の私有地であるため別の地区とする場合がある。タークス・カイコス諸島の地図タークス・カイコス諸島の選挙区2016年の議会選挙では 10の選挙区が設定されていた。北グランドターク南グランドターク、ソルト系を含むサウスカイコスミドルカイコス及びノースカイコスパロット系を含む。プロビデンシアレス島リーワードプロビデンシアレス島バイト、プロビデンシアレス島チェシャーホール及びリッチモンドーヒル、プロビデンシアレス島ブルーヒルズプロビデンシアレス島、5K プロビデンシアレス島ウィーランドこの他に全国区議席が設定されている。 アイランドディストリクツ。タークスカイコス諸島政府。2020年11月3日閲覧。タークスカイコスアイランズ。statoids.com。2020年11月3日閲覧。タークスカイコスアイランズ。シティポピュレーションで2020年11月3日閲覧。エレクトラル。ディストリクツオブザタークスカイコスアイランズ。 caribbanelections.com e com 2020年11月3日閲覧ありがとうございます。